レコードが好きだっていう方いらっしゃいますね、はいはい、でレコードってほとんど今もう廃盤、まあ、ほとんど販売されてませんけども、うん、まあ、レコードが好きでずっとレコードから流れる音が、はい、っていう好きだっていう方もいらっしゃるんですけど、うん、多分好きな理由ってあれはアナログな、やっぱなんか柔らかい感じ確かにしますよね。そうですね、面白いのは、この前ねカメラのマニアの対談を、番組で見てたんですよ。そうしたらばノーモアレゾリューションだったんですよ。はあ、なるほど、今まではより解像度の高い精密なものを求めてそこに突き進んでて、撮る側も作る側ももうそこに向かっていたと、うん、で、日本のカメラマンがハリウッドに行ってやっぱりその話をしたら、いやもうレゾリューションじゃないんじゃないの、うん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 、やっぱり私たちが表現したいのはそこにある空気感だったり空気感だったりその感覚であって、それ高度な解像度を求めたところで、まあ、空気感を表したいがために高解像度を突き詰めたんだけど、もうそこを追っても表現しきれないのでノーマレゾリューションだと、うん、それは音の世界にも言えるんですよね。SACD ができて今、うん、ハイレゾがあって、うん、よりその緻密な再生音が出せるんですが、うん、その一番緻密なはずの音よりも80年前のレコードの方が気持ちが良かったり癒されたりあったかかったり臨場感を感じたりするわけですよね。はいはいはい、そこはやっぱり隙間のない連続性の再生によるこの空気感が伝わってくるので、アナログレコードが完全に捨てきれないというか、またそこに戻っていくという行為が生まれてると思うんですね。そのよく商品っていうか実際 その新しい商品が出るときにリバイバルっていう考え方があって、はい、その昔流行って今廃れちゃったけども、それがまた復活しましたみたいなものってあって、はい、例えば最近で言えばタミヤのラジコンカーとか、はい、今のちょうど 4,50 代の方々が子供の時に欲しかったけど買えなかったから、うん、今そのラジコンの生産を増やしてで 4,50 代にターゲットにしてるとか、ちょっと前の話ですけども、今車ってエコカーが主軸の中でやっぱり80年代に流行った86とか、はい、そういった走り屋グルム自動車が欲しくてそのリバイバルをトヨタがしましたとか、はい、まあ、そういうこうリバイバルものってあると思うんですよね、はい。だその時にその今 その CD とか、うん、ハイレゾーですかね、うん、はい、とかその、音を追求した結果やっぱり 最初のこのレコードの空気感のあるこのレコードの音がいいよねって、多分そっちに戻ることってやっぱりある、そのリバイバルっていうのはあると思うんですね、はいはい。ただここでとても重要なことは、じゃあレコードで聞くのって面倒くさくないですかって結局、うんうんうん、って話になるわけですよ、うん、そうですね、いや自然の音はいいですよと、うん、柔らかい音はいいですよと、うん、いやレコード買いましょう、買いません、うん、私みたいな方でやっぱ買わないわけですね。よっぽど趣味がその、うん、音、まあ、音楽について好きな方はそう買うかもしれませんけど、うん、ほとんど買わないんですよ。でここでエムズスピーカーの面白いところはレコードのそのレコードを買わなくても元々の音の音源、音の大元はパソコンだってことですよね、はいはいはい、スマートフォンのデジタル音をが音の大元で、はい、それを出す音のスピーカーは非常に自然、うん、これって結構いいとこ通りですよねっていう言ってみればこれぞ目指し
目指すべき進化ってね、自分で言っちゃうとあれですけども、やっぱりデジタルの向こう側に何があるかというと、デジタルの向こう側にアナログがあるわけじゃなくて、デジタルがさらに進化していくとより自然なデジタル、先ほどおっしゃられたその、それこそ人の作りし自然なわけですよね、はい、が感じられれば、もちろんその M システムのスピーカーが鳴らしているそのソフトは全部、まあ、全部と言わないにしてもデジタルなわけですよね。パソコンだったりね、スマホだったりするわけですから。でもそれが今のこの空間に解き放たれた瞬間により自然なものとして生まれ変わるわけですね。まあ、それこそさっき綺麗な砂浜で癒されるとかね、綺麗な棚田に映る月を見て癒されるっていうのは、そうまさに人が作った手の入って何がこの人にとっていいのか分かっている自然がそこにあると、すごくこう気持ちよくなる、癒されるということだと思うんですね。そうですね。もう最初えっと思ったのがですね、はい、パソコンからその M スピーカーにつなぐケーブルが USB-C タイプのケーブルだったっていうのが、うん、面白いですよね、うん、ここまでデジタルなんですよね。そうですね。そこまではデジタルで、うん、そこからあの筒の中の何かが、うん、こう理想のデジタルに変換されるんですよね、はいはい、自然な本当にね変わっていくと、そこが面白いなと思ってましたけどもね、はい、コミュニケーションをよく取るようなお仕事ですね、はい、私は大学で話をすることもあるし、うん、コンサルタントとして人とお話をすることもよくありますので、まあ、元来話すことが好きだっていうのもありますので、こう人とお話をすることが、好きな方、あるいはそこが仕事になっている方ですね、うん、には向いているかなって、感じますね、うん、はい。まあ、何よりも何かこう電子的なところで何とも言えないストレスを感じている、それをこうなんかこう取り除きたいんです、うん、そういうのはもうあんまり摂取したくないんですみたいなね、音としてあくまでも自然なリアルな場での音を摂取したいんですみたいな、摂取って言い方正しいか分かりませんけど、でそういう方には向いてるかなっていう気はしています、はい、あでも、もうその摂取こそね体の中に入れるものじゃないですか。そうそう。で、食べ物はこれ結構気を使って、気を使ってます、はい、いろんなものを選択し、もう一生懸命探し求めてこっちの方が体にいいよねとかって、そうそうそう、選びますよね、はい。で、視覚的にも先ほどおっしゃられたようにより良い画面だったりより良いレンズだったり、ね、選んで調整して改善を進めるんですが、はい、なかなか聴覚に対してはね、はい、そうです、まあ、最初にお話ししたようにそこまでの意識がまだまだ行き届かないので、そういう意味ではまだ使ってない人にはどの際にでも使っていただきたいという感じしますね。そうですね、はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。